体は、ね、悲観する形ではないので、はい、夏香監督も、ね、おっしゃられてた結果出ない中でもやれることをぶれずにやり続けるっていうところは、はい、まあ、でもかなりやりやすいピッチ状態だと思いますね、はい、山口ここは取り返して遠目から狙っていった、はい、ゴール見事な隙を逃しませんでした。田中の左足超ロングシュートが吸い込まれました。山口先生、いやーそうですね、見事でしたね、はい、まあ、最初の中盤競り合いのところから田中選手に込めて、あ、ちょっと選手ね見てたんですけれどもチャンスがないなということで山口選手の位置も見て、まあ、距離もありましたけれども、まあ、比較的フリーだったのでしっかり狙うこともできましたし、はい、とはいえハーフウェイラインの、ね、前からのシュートなので、沼田前です。ここはちょっと強度の高いディフェンス行きましたが前のクロスヘッドキーパー、いやー梅木のヘッド決定機でした。オフサイドの旗が上がっています。うまくポジション取れましたので、はい、前のスライディング、あっとこれが足元に入る、あっと一発レッド、いやまあそうですね、シンプルに曽根田からの長いボール、旅なすジェファーソン胸コントロール、旅なす右足、田中がここで止まりますが取り返す梅田大崎、逆サイドを見ていた新里ダイレクト入れてきた、いやここで長い笛タイムアップのホイッスル、リーグ戦8試合ぶりホームゲーム5試合ぶりの白星。